ピーターマン島のペンギンのコロニー、クルーズ船、観光客アデリーペンギンの群れ。糞によって、灰色の岩肌が、ピンク色になっている。ピーターマン島は、南極大陸の南極半島のすぐ西にある、小さな島である。南位65度10、整形64度121し、ブース島のすぐ南にある。長さ 2km の低地で、ジェンツーペンギンのコロニーの生息難原であり、 アデリーペンギンも多数生息する。この島は1873年から1874年のドイツの探検隊によって発見され、地理学者のアウグスト・ピーターマンにちなんで名付けられた。1908年から1910年にフランスの探検隊はこの島の南西の入り江に船をつけて越冬した。1909年1月1日の主の活霊祭の 木に船が着いたので、この場所は、ボードセルコミューシジアンと呼ばれた。探検隊の建てた小屋は現存しないが、1955年にアルゼンチンが建てた避難小屋と共に、石塚は残っており、また、1982年にベルナツキ基地から海票を横断して、ピーターマン島を目指し犠牲となったイギリス探検隊の3人を記念した十字架が残っている。ありがとうございます。